ちにぴったりの依頼が入っております。 DU エコー機産長の候補であるタイさんより冒険者協会に人手を借りたいとの依頼がありました。具体的には何をやるんだ？鉱山で働く仲間を見つけ出してほしい。人探しか？はい、旅人さんの実力なら問題ありません。具体的な依頼内容は直接会ってお話しするそうです。おう、ん？え、わかるのか？その格好と顔つきを見れば。ふふん。二人とも少し待っててくれ。ちょっと待てよ。正直なところ。弱いよ、おじさん。おいら。お前たちはまだ詳しい事情を知らないだろう。今回の一件は鉱山で起きたことでな。しかもただごとじゃない。鉱石鑑定や地質分析とかは。冒険者には荷が重いだろ。それに俺が見つけた人は俺の見立てではあの人は世界で一番鉱石に。ちょっと待て。どうしてだ。だって一番詳しい人はオイラ。勝利はきっと講談を聞いてると思うぞ。講談師のところに行けば会えるはずだ。おい、そこ。前回の続き。見つけたぞ。お前たちも講談を聞きに来たのか。なかなか粋な心がけだ。いや、時間ならあるが。地質と鉱石に詳しい人が必要なんだ。地質と鉱石。この大陸中を探し回ってもその依頼人が世界一鉱石に詳しい専門家を見つけたらしいんだけど。なぜそうも他人と比べたがる？そんなんじゃないけど、だからオイラは あいつに分からせてやろう。本当か？先に断っておくが、知識の海には果てがない。見聞を広めることはいいことだ。そう、とりあえず。天の宝物でございます。その人がお前たち。そうだ、この先生。大げさだな。多少その道に覚えがあるだけだ。俺が見つけた人も絶対に引けを取らないと思うぜ。まあここで言い合ってても拉致が開かない。ここでいいんだっけか。お、来たか君獣。こっちは冒険者協会から来た冒険者で。往生堂の角形勝利先生。その名前俺も耳にしたことがあるぞ。その顔どこかで。もしかして往生堂で会ったことが。タイ、早速試してみないか。そう言われてもどう比べたらいいのか。じゃあお前たち二人で勝負の内容。勝負？臆することなく望むか。あなたを一目見た時からこの業界のクロートだとお見受けしていました。なんだか偉い。つまり君主殿は鑑定士なのか。いえ、そういうわけでは。
僕が石を持ってるのを見て彼がいくつか質問して、俺がリーユエコーに来る途中、クンジュが何か言いながら石の手入れをしている姿を見たんだ。そしたら甲府の俺よりも石に詳しいときた。でも記憶が曖昧なのにそこまでひどいわけじゃありません、勝利先生。この石を見て、ふん、この石は外側が滑らかで表面のひび割れは火山の噴火によるものだろう。それもただの石ではない。殻が薄く線が黒い。おそらく中には良質な水晶鉱が入っている。ご名答。この石は火山の周りにあったものです。市場で見つけたので買いました。もちろん純度や質の高さだけでは珍しいものとは呼べません。この石の中に隠されている水晶は形をなす際に水を含んだようです。そんなに詳しく、オイラたちをからかってるんじゃないよな。いや、彼が言ったことは事実だ。水晶はそのほとんどが高温環境で生成される。高温と水は相性が悪い。そのため水入り水晶は貴重な品だ。勝利までそう言うなら、勝利先生のような目を持つ方に会うのは初めてです。見識を深めていけば自然とわかるようになる。いえ、そんなことないですよ。タイ、勝利先生を一緒に連れて行くべきです。僕を信じてください。わかった。人が多ければそれだけ力になる。お望み。ここが事件の発生6日前、俺と何人かの仲間で外の用事を片付けにここを離れたんだ。仲間と一緒に鉱山のあちこちを探したんだが、つまり甲府が4人、行方不明ということか。そうだ。もともと俺らは10人いたんだ。この種の仕事に携わる人間はないと思う。ここ一帯に宿はない。ああ、まんべんなくな。井戸の底も探した。残すは地面の下くらいだ。ああ、わかった。俺はここで待ってるから。4人の人間が突然消えるなんて、さすがにおかしいぞ。それにここから離れた場所に行った可能性だってあるよな。上着とズボンが散ら、この鉱山にある生活用品は1、2、はあ、これって着替え用の服だよな。ということは、あと顔を洗う洗顔用の備品にってことは、それはない。採掘用のツルハシが4本なくなっている。それらの道具を持っていく余裕はあったのに。一つ、彼らは近くで作業をしていたため。2つ、その可能性は低くない。自分たちから出かけたんじゃなくて、
とりあえずこの辺りで手がかりを探してみよう。ああ、ちょうどよかったです。何か発見したのか。ここに鉱石があったのですが。鉱石？それは、なんかすごく集中してるぞ。見えました。4人の大人、それと子供それに見えたって。ああ、それは文字通りの意味です。誰にも言わないでくださいね。自分でもおかしいことは分かってるので。実は僕、鉱石の記憶を見ることができるんです。推測や予想ではなく。さっきみたいに。はい、僕からすれば鉱石にも記憶があるんです。すごいな。それは石の種類にもよります。鉱石の記憶能力には、一方石白や水晶の記憶能力は高く。石を目に皆さんのお役に立てて。多分来たか。彼らは北へ向かった。ここの労働者か。ああ、そうだ。一体何が。俺と他の4人の仲間は鉱山一番奥のテントで俺は寝てた。そして目が覚めると、まさか。テントにいた人間は失踪を免れ、もしかすると。え、そんな。作業区域でな。手がかりも結構揃ったし、タイに報告しに行こう。帰ってきたか。調査の結果はどうだった。近くで手がかりを3つ見つけ。1つ、ツルハシが4本なくなっていたが、生活用品は1つも減っていなかった。誰かに連れ去られ。2つ、鉱山にはもともと5人の鉱夫がいたが、1人は仕事を怠け作業区域を離れて寝ていた。作業区域にいた人が消え、休憩区域にいた人は無事だった。そういえば、まさか。俺が言いたかった最後の手がかりがそれだ。子供？この近くには住んでいる人なんて。でも本当にそうみたいなんだ。それで。俺たちの調べによると。来たか。よし、今すぐ人手を集めて探してくる。調査のことを全部丸投げにしてたんだ。待て、事件が起きたのは6日前だ。で、それもそうだな。鉱山を離れれば宿にできる民家の数は限られてくる。みんなには引き続き手がかりの調査を依頼したい。いいだろう。それじゃあ。今の状況をまとめると、オイラたちは引き続き調査をして。ああ。でも待て、クンジュ殿がいない。え、あ、本当だ。ごめんなさい。実は沈流石。沈流石は一般。ごめんなさい。理由は僕にもよく。正直何かやるべきことを忘れている気が。あ、オイラもその気。はい。一体どこへ行けばいいのかも分からず。その言葉はすごく聞き慣れたもののように感じました。もしかしたら。なるほど。本当ですか。大したことではないから気に。それじゃあ。ああ、双眼巨炎から北へ向かえば。よし、じゃ行こう。
次の仕事は。レイク館の出口に向かおう。そこに足跡がなければ彼らは。どうやらレイク館を通過してさらに先へ行っているみたいだな。足跡を追えば彼らの行き先が分かるはずだよな。次の仕事は。この仕事は排除するべきですね。付近の人に聞いてみよう。もし甲府たちがここを通っているのなら誰か見ている者がいるかもしれない。最近甲府そっか。こんにちは。邪魔だ邪魔。臭いな。この辺りで。ええ、見たわよ。四五日前だったかしら。何人かここを通ったわ。四五日前。どうやら彼らの歩く速度は。あの人たちすごく変わってたわ。その子供の姿はチラッと見ただけだけど青い髪で彼らが歩いたの。そうよ、オイラたちも。
ついていき、岩王帝君のために。先ほどの魔物たちですが、気性が荒く横を通っただけで襲いかかってきたんです。私は炎玉リーウェ聖路町に所属していて。コウフじゃなくコウフ、オイラたち。あなたが言うその人たち、本当か？はい、一昨日のことです。南天門からレイク館へ向く、それが急いでいたのでよく見ていませんで。いや十分だ。お役に立てればこれから学術会議に参加する予定が。さっきの学者によれば、コーフたちは何でも同じ人たちかどうか分かりま、子供と大人のグループなんてめっ、あそこの石を見てください。おお、多分使えそうです。試してみますね。間違いありません。訓授殿が石から記憶を読み取るところは、こんなことは普段何の役にも立ちませんが。訓授はオイラたちのコンパスだな。うん、それは結構だが、4人の成人男性がほうけながら、はい、それとあの学者を襲ったベビービシャップだが、ここに至るまでに様々な手がかりを入手した。コウフたちは一昨日南天門へ向かった。先ほどこの近くに印を残しておいた。さすが勝利だぜ。オイラたちの探してる人じゃ。横にカゴも落ちてます。おーい、この様子だと疲れ果てて起こすか。まだ。あ、
何か言ってるぞ。これほどの執着、近くに休める場所がある。過労で昏睡状態になっている。幸い命に別状はない。オイラ、さっき聞こえたんだけど。可能性はあるな。あれ、これは皆さん、この人が持っていた鉱石の破片の記憶を見ました。その彼がここに倒れ、誰かに連れ、でもそれなら何かが起き、あ、そうでした。なんだな、俺たちに。タイと出会う前までずっと頭にモヤがかかっていたんですが、タイが皆さんに依頼してくれて。これは僕が市場で買い集めた水晶です。綺麗な水晶だな。うん、遠慮せず、これは勝利先生に。あれ、どうしたんです。いや、そんなことはない。ありがとう、大事にさせてもらう。受け取ってくれてありがとうございます。ここ一帯は石も多いので。クンジは本当に石が。鉱石は大地の結晶であり、皆さんはゆっくり休んでてください。心配するな。そうだ、え、なん、旅人、沈流石について。クンジュが探してる鉱石だよな。沈流石は鍛造に使われる珍しい鉱石だ。一般的な水晶はそのほとんどが高温環境下で自然に形成されるが。元素反応で。ああ、しかし沈流石は千年前の戦いの中、強烈な元素力がぶつかり合ったことにより誕生した。そうだ。だがやはり造物であるため結晶の数は少なく、現代のリーウェ人がなぜ今はもう存在しない鉱石を探す。確かに、おかし。鉱石を商売にする者の中にも沈流石に興味を持つ人はいる。しかし別の意図、今はまだ断定はできない。それと今一番重要なのは鉱夫たちを救い出すこと。相手との距離は縮まってきている。休憩が終わったらクンジュ殿に声をかけて、先ほどの鉱夫はあのまま休ませておくのがいい。事件が解決した後に戻ってこよう。おい、やっほー。したか？いつの間に。クンジュ。はい、僕もちょうど終わりました。何か収穫は。ここ一帯の石が綺麗だということ以外、やっぱり鉱石の記憶は時と環境によって昔の記憶。岩は長い時を経ても変わりませんが。人間と同じ。はい。なんか不思議な結晶がたくさんある。この古樹、二手に分かれて調査しよう。向こうは俺が見る。ああ、できそうなものは見つかったか。石碑が一つありました。なんか、いや、ダメ元でやってみましょう。これは。え、どうしたんだ。いえ、大丈夫です。
少しめまいがした。今のところ仕方ないな。オイラはあっちを探してくるから、見てみないとわからないだろ。そうですか。そうだぞ。いや待てよオイラ。全員こっちへ。あれ、勝利の声だ。もしかして。次の仕事は、この道は新しい。中から声が聞こえるぞ。安心しろ。中から尋常ではない気配がする。もしやこのトンネル、彼らが掘ってできたのかもしれない。あの門、元からあったのか。古き封印に続く道だ。誰かが止めなければ、彼らはあのまま掘り続け、封印の門を開けるだろう。まさか封印の中に何か。どうしよう、一般人は攻撃できない。まさか直々のお出ましとは。貴様に封印された復讐がやっとできるわい。なるほど、あの子供はお前の力によって形成されたものか。しかし弱打竜王、覚えているか。こうなったのは俺とお前の本意ではない。ザレ事を死ね。部外者禁止。次の仕事は、千年もの雪辱を晴らす。我を裏切った貴様がまた我を裏切るというのか。そう思うのならそれも致し方ない。いつの時も記憶を持つ者は真実という重みを背負う。次の仕事は、よっ、もっと早く。
長。この仕事は排除するべきです。たっさん。よっ。避けよ。うわ、痛い。ほほ。モラルス。我を滅ぼすというのか。千年の怒りをしかとその身に受けるがよい。千年もの雪辱を。かつて貴様に地下に封印された我が、よもや千年後もまた貴様に。宿命として受け取れ、ジャクダ竜王。宿命、宿命。それが神の器とでも言うのか。不要なものを滅ぼし。違う、貴様が忘れたのだ。この声、ジャクダ。久しいな、モラクス。貴様は一体。見ての通り、ジャクダ竜王だ。先の戦いの中、お前は力を全て俺たちに使った。仕方のないこと。これが我の持つ全てだ。真相を告げなかったのは悪かった。旅も正確には、我は完全なジャクダ竜王ではなく、天地、陰陽、両義、我とそこの竜王をそのような存在だと思ってくれていい。ジャクダ竜王が二人も。ありえん。結界が緩み、貴様の力が外界で子供の形を形成した。貴様はそれを通してそこで貴様は封印が緩んだことを利用しようとした。甲府をさらってきたのも封印の中と外から同時に攻撃し、それを解こうとしたからだろう。ザレごと。貴様が我の一部だというなら、我は封印が緩んだ時に覚醒したもう一つの力。我の意識は混沌であった。自分が誰なのかも分からず。沈龍石の一件で異変に気づいたが、もしお前の力がもう少し強ければ。貴様のせいではない。我はとっくに変わり果てた。長かった。若い人間と年老いた竜が知り得ない秘密。どちらでも構わない。相変わらずだな。ジャクダ竜王はもともと元神モラクスの友であり、戦友であった。岩の記憶は長くは持たない。残留できるのは強烈な感情のみ。魔王によってジャクダ竜王の思考は奪われ、旧友の面影も思い出せなくなった。竜王は暴虐を尽くし。それは人間が我を支える地脈を荒。確かにそれは事実だ。だから貴様は双眼巨炎を攻撃し、当初領土を開拓し生産性を発展させるために、リー・ユエジンは鉱山で採掘を始めた。しかし魔王も我らをより獣のようにした。モラクスは自身の力を用いて我らの魔王を食い止めようとしたが、だから我らは貴様となり、貴様の意志から我が生まれた。我は貴様の最後の契約、ジャクダ竜王とモラクスの契りを見届けるがいい。やめろ。我こそはジャクダ竜王の善意の残滓。
契約の意思を掲げ。断る。我はジャクダ竜王、元素結晶により生まれし者、大地の力と記憶を背負い。モラクスは虫けらではない。虫けらの神なんぞ。貴様は忘れたのだ。モラクスを最も認めているのは、貴様が忘れたことも我の心に残っている。天道万象、三回家業。コーチ先生、三女別。おかしい。なんだこの感覚は。貴様はとっくに枯れ果てた。我より先に消滅する。春になれば荒野に雪が降り、一瞬で溶けゆく。それが束の間で、貴様。違う。宿命でなくとも。モラクス。あの女の子が完全。ジャクダ、もういいのか。自らけじめをつけたのだ。良くも悪くもない、モラクス。ああ。好きに呼ぶといい。貴様が我に与えたもの。大したことではない。目が見えるものにはわからんよ。盲目の竜が日の光を追い求める気持ちが。そろそろ力が枯れ果てる。相変わらず察しがいいな。少し外を歩かないか。今やるべきは封印の外にいる甲府の救助ではないのか。そうだ。だからこそお前と外を歩き。ここに戻ってきたか。とにかく早くさっきの甲府の様子を見に行こう。お前たちここにいたのか。道中休んでいる将母を見つけたからすぐに処置を施した。ん？訓授。大したことではない。心配するな。洞窟の中。体力を使い果たしてはいるが命に危険はない。よかったよかった。その人らをリーユエコーに連れて帰るのか。ああそうだ。我も一緒にいいか。問題ない。みんな俺らの仲間の命を救ってくれた恩人だ。訓授。違う、竜王。我ではない。この体のことだ。我が消えた後、この体の主人を甲府たちと一緒にリーユエに連れ帰るといい。お前は相変わらず火事に興味を持っているのだな。刀に目はなくとも職人には情がある。弱だ。ああ今の俺は。貴様ですらその一歩をたどるとはな。構わない。
その日が来たとしても、リーウェの民ならば、ガン王帝君がいないリーウェは、神がいなければここは人の国だ。俺は人の神であった。すべての命は年月により摩耗し変質する。だが構わない。因果は天によって定められる。我らの使命が終わりを迎えるのなら、貴様は永遠の時を生きるだろうが、それは同時に孤独を背負うことにもなる。寿命ならお前の方が長いだろう。元素によって作られた生物の寿命はこの大陸で最も長いかもしれない。そうでなければ、冗談を。旧友かつての双眼巨炎でのこと。岩石には心がある。俺もまたしかり。貴様は義を選んだが、仁は捨てなかった。竜は天を震わせ地を動かす。お前の力ならたとえ全盛期の俺でも一人で相手にするのは難しかっただろう。だから我が生まれたのだ。どう取り繕おうが、我も契約の神の友として。感謝する、ジャクダ。我の命は無限に近い。永遠の時と共に続くだろう。行くのか、モラクス。縁があればいつの日か必ずまた会おう。ああ、心配はいらない。俺たちとクンジュは、ああ、もうかなり昔のことだ。前回の続きといこう。岩王帝君は山々を一人でくぐり抜け、地の割れ目から聞いたこともない音を聞きました。リーウェの地下に住む古代の岩元素生物、そのほとんどは目が見えず、何千年も空を見たことがない。その音は歌のように悲しくもあれば、雷のように恐ろしくもありました。岩王帝君は辺りを回り、岩層から奇妙な石を見つけました。それがジャクダ竜王だった。彼の望みに応え、俺が地上に連れて行った。岩王帝君はその石を憐れみ、自らそれを本物と見まがう巨竜に掘り上げました。俺が彼によう見る両目を与え、契約を交わした。指を筆のように振るい、竜の目の玉をつけました。その瞬間、空に雷鳴が届き、本物の竜が現れたではありませんか。俺は彼が地上の人々と生きることを認めた。しかし彼が秩序を破れば、再び暗闇に封印することになる。その後、竜はいついかなる時も岩王帝君のそばに仕え、一緒に戦いました。このような言葉があります。金石が砕かれ、誇りを震わし、山と川を二つに裂いた。竜は命と目を与えられ、祝福の雨を大地にもたらした。千年前、ジャクダは双眼巨炎を襲撃した。俺がそれを阻止し、彼と戦いを繰り広げ、最後に彼を撃退し、沈竜石はその戦いで生まれたものだ。ジャクダは沈竜石を本能的に感知することができる。その対戦によって俺は彼を負かしたが、彼が俺より劣っていたということではない。彼は自らの意志で封印された。しかし摩耗によって俺も逃れることはできない。ただ力が強大であればあるほど、摩耗がもたらす危険も大きい。幾千年も経てば岩ですら疲れ果てるだろう。自らの手で友を封印した。それも俺が経験した摩耗の一つだ。正しい道のために人々は諦め続け、失う。しかし
俺は人の神だ。どのように身分が変わろうと、この両目で。やっぱりリーユへのことを気にかけてたんだな。大したことではない。俺の義務だ。今回は助かった。感謝。どういたしまして。なんだ。そうだ、この前ダインスレイブってやつに会ったんだ。その人がオイラたちにカーン・ルイヤの消失と神々の制裁について話してくれて、その出来事がオイラたちの探してる人と関係があるって知ったんだ。勝利、お前は何千年も生きてきた消失それを言うことはできない。なんでだ、なんで何も言えないんだよ。分かっている、しかしすまない。まさかそのこともお前の過去やジャクダ竜王と同じように。この契約は全てが始まる前に交わしたもの。そんな。俺はお前を友だと思っている。お前を失望させるのは俺の本意ではない。こうなるって予想してたのか。お前はますますこの世界について分かってきたようだ。この大陸にはまだたくさんのことが、秘密がある。それらは長い時を経て人々に忘れられ見捨て去られてきた。お前ならそれを見つけ拾い上げることができるかもしれない。証明するために証人が存在し、受け継がれるために記憶するものが現れる。そのものへと向かう道の途中、数々の困難に遭うだろう。この石碑は利水定山神君によって建てられた。碑文ではジャクダを悪竜とし、しかし残念ながら善と悪は紙一重。善悪が簡単に説明できるものであればよかったのだが。病気になったフィルチャールのお姉さんが看病して。